企業の仕組みプレミアムパスポート事業は石川県庁が子供が3人以上いる世帯への経済的支援策として小売店や飲食店などサービス事業者の協力により実施している子育て支援事業である18歳未満の子供が3人以上いる世帯に交付されるプレミアムパスポートと呼ばれるカードを事業に協賛する企業の店舗で買い物などの際に 提示すると、代金の割引などの特典を受けることができる仕組みである。2006年1月から実施されている。協賛する企業、店舗は2012年3月15日時点で1963店舗となっている。業種は、スーパーマーケット、ドラッグストア、レストランなど小売り、飲食関係が中心である。 その他、子育て家庭を顧客層とする学習塾、運動教室などの教育関係、遊園地、動物園、水族館などの娯楽関係をはじめ、美容、金融、通信、自動車、住宅など生活関連全般にわたる。チェーンストアやフランチャイズの店舗ばかりでなく、個人商店など単独の店舗も多く見られる。特典の内容は、代金の割引、 買い物ポイントの割増し、サービス品の提供、預金金利の上乗せなどで、共産店舗ごとにあらかじめ設定されている。特典にかかる費用は全て共産企業の負担である。共産する企業の店舗の情報は、常時、パソコンや携帯電話で検索することができる。また、共産する企業の店舗には、シンボルマークが印刷されたオリジナルステッカーが配布され、 店頭やレジなどに掲げられている。プレミアムパスポートは18歳未満の子供が3人以上いることを示す。証明書であり、該当する世帯からの申請に基づき交付される。2012年3月1日時点で16,056世帯に交付されている。2011年1月からは3人目の子供を妊娠した世帯が支援の対象に加えられた。カードは 運転免許証やクレジットカードなどと同じ大きさである。対象世帯には大人の人数分が交付される。大人は自身の顔写真を重付したカードのみ使用することができるが、子供は家族のものであれば使用でき、顔写真は不要である。プレミアムパスポートの交付事務や協賛する企業の募集などは、 石川県内の経済団体や行政機関などで構成される子育てに優しい企業推進協議会が行っている。事務局は石川県庁の外閣団体である財団法人石川子育て支援財団に置かれている。子育てに優しい企業推進協議会の設立は2005年5月である。その設立主意書によれば、 地域住民の生活に密接に関わっている我々、企業等が積極的に子育て支援に取り組む環境の整備を図る施策を検討し、必要な事業を展開することが目的とされている。協賛しようとする企業は、あらかじめ店舗ごとに独自の割引、特典を設定した上で、子育てに優しい企業推進協議会に対し、店舗の写真を添えて申し込む必要がある。 申し込みの方法は、子育てに優しい企業推進協議会のホームページで手続きする方法と申し込み用紙を郵送する方法がある。応募は随時受け付けられるが、有効期間は毎年1月1日から12月31日までで原則自動更新とされている。なお、制度創設時、共産企業の店舗情報は、 子育てに優しい企業推進協議会のホームページに店舗写真付きで掲載され、パソコンや携帯電話から検索することができる。また、協産企業は子育て家庭へ毎月19日に配信されるメールマガジンでイベントやキャンペーンなどの情報を発信することができる。協産企業にはシンボルマークが印刷されたオリジナルステッカーが配布され、 店頭等に掲示する必要がある。また、協賛企業は、プレミアムパスポート事業のシンボルマークを使用し、協賛企業であることを PR することができる。なお、このシンボルマークは、協議会の事務局を務める財団法人、石川子育て支援財団により、商標として登録されている。子育てに優しい店赤印の特製シール、石川県庁と子育てに優しい企業。 推進協議会は、プレミアムパスポートの利用者アンケートで、特典内容が良い、おすすめの店として、得票の多かった、協賛企業を表彰している。受賞した各企業の店舗などでは、子育てに優しい店金賞と記された特性シールが、点と、受賞した企業は、次の通り、2006年、2007年、2008年、2009年、2010年、2011年支援対象と、 なる世帯は、子育てに優しい企業推進協議会に対し、申請書に必要な書類を添えて、交付申請する必要がある。申請の方法は、郵送による方法、または、市役所、町役場、県庁、協議会に備え付けられている、専用の応募箱へ投函する方法がある。支援対象となるのは、石川県内に住所を有し、次の条件を満たす世帯である。 なお、制度創設時は、第1項目に該当する世帯のみが対象であったが、2011年1月に、第2、第3項目が追加された。住民表上の同一世帯に、満18歳未満の子供が3人以上いる世帯、住民表上の同一世帯ではないが扶養している。子供を含めて、満18歳未満の子供が3人以上いる。世帯妊娠中の子供を含めて、 満18歳未満の子供が3人以上となる世帯カードの有効期間が変更になったことを示す。張り紙原則として3年間である。これ以降は自動継続され更新手続きは不要である。子供が満18歳に達したことにより対象世帯の条件を満たさなくなった時はその年の12月31日までが有効期間となる。なお、制度創設時は 有効期間が1年間で毎年更新手続きが必要であった。2009年1月から有効期間が3年間の自動更新となったが2011年1月に様式変更が行われたため1年前倒しですべて更新された。世帯にいる大人の人数に応じて次の枚数が交付される。なお、制度創設時は世帯に1枚2007年1月以降は 世帯に2枚であったか、2011年1月に第2項目が追加された。大人が1人、または2人の場合2枚大人が3人以上の場合3枚大人は、自身の顔写真が重複されたもののみ使用することができる。子供は家族のものであれば使用することができ、顔写真の重複は必要ない。なお、制度創設時は、顔写真の重複は必要なく、 裏面に氏名が記載された家族であれば使用することができたが、2011年1月から現行の条件が付されるようになった。AB、北国新聞2012年3月17日、北国新聞2012年3月29日2009年9月末時点では、支援の対象となる16,363世帯の99%に、 当たる16,208世帯に交付されている。2007年度のプレミアムパスポート事業の予算は1,740万円である。財源は、共産企業からの共産金など民間企業支出金1,100万円が中心であり、石川県庁の支出金は200万円である。なお、2012年から共産企業の共産金は不要になっている。内閣府2007年度、 企業三角型子育て支援事業調査研究報告書北国新聞2012年1月11日2011年末時点での協賛金の額は協賛店舗数が15店舗以下の企業は協賛1年目1店舗5000円協賛2年目以降1店舗3000円協賛店舗数が16店舗以上の企業は協賛年数にかかわらず 1>, 1から15店舗までの分は1店舗3000円、16店舗以上の分は1店舗1500円であった。登録番号499万3324に a b 北国新聞2006年8月17日、北国新聞2006年8月19日、北国新聞2007年11月27日、石川子育て応援情報誌。 子育てパートナー2008年石川県、子育てに優しい企業推進協議会、北国新聞2009年3月6日、北国新聞2010年3月19日、北国新聞2011年3月24日、AB、朝日新聞2005年1月5日、長官、子育て企業も、支援、読売新聞2007年1月24日2009年9月末時点において、 類似の事業を実施しているのは40道府県12市となっている。子育て支援時へ絞る官民広がる優待事業、産経新聞2007年10月24日、実感の伴う子育て支援政策へ引く企業を巻き込んだ取り組み事例とともに、NRI パブリックマネジメントレビューセプテンバー2007ボリューム50。ありがとうございます。